名付けてエッフェルトマトバーガー。皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。はい、ということで先日ツイッターでリポをいただいたんですけど、ホイピーだよ、ホイピーだよというツイッターのリポをいただいたので、今日はマクドナルドに行ったらアボカドバーガーとプラス40円で1枚トマトがねプラスできるっていう新しいメニューがね増えてたので、今日はちょっといろいろ買ってきました。マクドナルドエビアボカドバーガー、トメイト、エッツトメイト、トマト3枚増してあります。ハンバーガートメイト、これもトマトを3枚プラスしてあります。もう一個トメイト、マックフィズのピンクグレープフルーツ。なんかトマトは1つのバーガーにつき3枚しか足せないみたいです。なので今日は全部トマトを足したので、もうトマトをねドゥドゥンとドゥドゥドゥンと足してエッフェルトマトバーガーを作ってみたいと思います。いやー、もうねー、ほんと暑いんですよ。だからまずこれいってみましょう。うーい、色味はこんな感じになってます。ちょっと色は薄めな感じがしますね。では早速ハンバーガーを開けていきましょう。アボカドバーガーは3種類新しいの発売されてました。エビアボカドーンドーン、テレテテフテテ、アボカドがコロコロ乗ってます。トマトペラペラで、めっちゃペラペラやで。トマトはこんな感じのトマトが3枚入ってます。でハンバーガーも買ってきたんで、トメイト、うわ、普通のハンバーガー。トマトをね全部乗せていきましょう。ドスドス、おー、 FL トマト。これの上にじゃあお肉、肉いって、バンズいって、バンズいってみましょうか。これは下にこうドス、バンズバンズ肉、トマト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 パ、名付けてエッフェルトマトバーガー。ではいざ実食、アボカドバーガーからいきたいと思います。うん、エビプリプリ、ソースは前と一緒でオーロラソースみたいな感じで、アボカドとエビによく合ってます。じゃあこれをどうやって食べようかっていう、どうやって食べるか全く定まりません。はぁ、絶対無理じゃんこれ。どうやって食べよう。改名トマト飲みバーガー。あ、トマトや、トマトはめちゃめちゃ薄いです。じゃあこいつをいってみましょう。エッフェルトマトバーガー。はぁ、これはこう包んで食べないと危険だな。断面はこんな感じ。なんかトマトは甘いっていうよりかなり水気が多い感じがします。もうシンプルにベーコンレタスバーガーとかにこのトッピングしたらすごい美味しいんじゃないかなって思います。忘れ去られてるエビアボカド食べよう。なんかアボカドの味はちょっとこのソースでね消えちゃってるんですけど、すごいいっぱい入ってて味がクリーミーな感じになってる気がします。わあ、これね、なんか汁がね、ほんとすごいんよ。ふん。ということで、アボカドがすごいたくさん入った、まろやかな感じのすごい美味しいハンバーガーと、トマトはちょっと水気が多いんですけど、まあ、フレッシュですごい美味しいハンバーガーでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はマクドナルドさんから新発売のエビアボカドバーガーとトマトプラス40円トッピングでエッフェルトマトバーガーを作ってみた動画でした。アボカドバーガーは他にもいろいろ種類があったし、トマトもどのハンバーガーにもねプラス40円で1枚追加できるらしいので、気になる人はぜひマクドナルド行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイアボカド。あー、トマトこれ3枚くらいでいいよ絶対。